からアンケートが来ました。一斉オンラインアンケートは誰でも回答できます。期間は7月14日から17日の18時まで予定しています。予告なく早期終了あるいは延長するかもらしいです。早めに答えるのが良さそうだな。所要時間が約50分だそうです。長いな。URL 貼っておくのでぜひ答えてね。では私も答えに行きます。回答を終えました。質問は人によりますが60以上になると思われます。最初はプラットフォームの質問が多くありました。では気になった質問を数個抽出させてもらいまして。ペルソナ3ポータブル版に対して購入を検討している。購入したことがなく、今後も購入する予定はない。を選んだ方にお聞きします。ペルソナ3ポータブルリマスター版を購入してない理由について、当てはまるものを全てお選びください。その選択肢の中に、ペルソナ3ペルソナ3フェスがベースのリマスターに期待しているという項目があります。これフェスのリマスターあるのかな？まあないだろう、リメイク控えてるし。お次、ナンバリング作品どのハードで遊びたい？って質問だね。この質問、実は昨年にも同様なものがありました。というか質問内容全く同じだぜ。以上が気になった質問類かな。時間ある人はアンケ受けてみてね。ご視聴ありがとうございました。